山形県だけどちょっと確認してもらっていい？まあ、さっきの人。うん、さっきの人。はい、そうか、サウザンアイルの遠くでさんってどうだった？響かなかった？出かけましたね。一番来てるけど、うん、今回読まれないってすごいな。初めてかもしれないね。初めてじゃないですか。大丈夫か？もう別に選んだからな、それは。ただちょっと、ちょっとね、偏ってるから、いいか。ちょっと偏ってますよね。うんうん、他にもいっぱいいるんだぜ。AK バーリンとか、スーパーポリシー、ニョロボン、ドクマンジュマサバ、それけど、野菜大好き、ジョニーヒップさん、桃色エレファントさん、いっぱいいるんだぜ、人が。ねえ、もったいないですよね。うん。うん、ネタとそこまで逃げてるのかっていうのがちょっと心配になってきたかな。どうしてもっていうならやっちゃうんだけどさ、ここはちょっと俺の方でも強く言えないところだね。番組のことも考えなきゃダメだけど、リスナーのこと考えちゃって、面白くな、何つ読まれてもいいじゃないかっていう思うかな。どっちなんだろうな。まあ2年後ぐらいにはちゃんと僕はできるところですけどね。はい、さ、山形見つけました？ありました、ありました、あった、ラジオで、はい、うん、サウザンアイランド東北さん、サウザンさんだった、はい、違うじゃん、さっき違うんじゃない、え、言ってないでしょ、サウザンさんも、それあのバクザランさんのチーム、ああ、が違うっすか、俺多分ね、ドキドキしてるんだすごくルール知ってるからドキドキしてる俺この間幼稚園行った時に、うん、あの卒園するお母さんからあのコメントをもらうみたいなやつを見てきたんですよ、うん、そしたら今まであのその会長の方がマイク喋ってるのに、うん、すごくそういうコメントをみんなに聞かせたいのに、うん、誰もマイクフォローしないんですよ、で俺それ見てすんげえハカハカしちゃって誰かマイクフォローしろよと、いやいや職業病だよあれね、すんげえどうしたのって言われてさ、神さんにいやいや一番いいコメントもらうんだからマイクフォローしろよと思ってさ、うん、いやびっくりした。でも案外こうやってみるとね、うん、サウザンさんも含めてあるけど、一応はい、まあ大丈夫か大丈夫じゃ大丈夫だな、大丈夫だよね、かぶったいないよね、うなぎ犬さんだけ2回出てきてるだけ、まあ、あとはあ、ほんだね、大丈夫です、あ、大丈夫だ、はい、案外開いたら大丈夫だった、最初がほら2つともかぶったからどうしようかなよし、わかった、順番大丈夫、もう一回、もう一回、わかりました。じゃあ行きましょう。じゃあ、あゆみちゃん言ってください。はい。最初のゲラゲラインフルエンザ、A さんの1番が、薬草のユプブリコムサシさん。で、A さんの2番目、宮城野区の5つの青い風船さん。A さん3番目、宮城野区の新白川次郎ラモスさん。で、B さんの1番目、太白区毒まんじゅう正宗さん。で、B さんの2番目、山形県尾花沢市の世界のストレートさん。で、3番目が初メールの太白区のたっくん。はい。で、お題2つ目、わけありくんの、こちらは今度 B さんからスタートです。はい。B さんの一番最初が、大里町のうなぎ犬ですワンさん。で、B さん2番目、初メールの太白区、アジのたたきさん。3番目が山本町バックザランさん。で、A さんの1番目が魔術師手術中さん。で、2番目アナログ二郎さん。3番目和内さん。で、次、お題最後の、困っちゃうなの曲。これは A さんからいきます。A さんの1番目、泉区のうろうろくん。2番目が山本町バックザランさん。3番目がうなぎ犬ですワンさん、はい、で B さんの1番目が涌谷町上京ボーイさん、B さんの2番目がサウザンアイランド東北さん、3番目が相馬のしまちゃん、 OK ですか、これ南東北3県でやってる番組っぽいですよね山形なり福島なり順番どこわかんないとかしらということなんですよ、結構東京もあったでしょ1番目の交換したところ、そう、うん、1番目が一番最初が毒まんじゅう正宗さんで、はい、2番目が世界のストレートさん、山形県小原津橋、多分こっちから撮ったやつ、あ、はい、うん、あ、はい、そうだから彼が言ってね、ここ連携しないと、ね、君ら同じユニットでしょ頼みますよ本当に、で、
3番目が初メールのタックン。タックン、さっき俺渡したやつ。はい、はい、OK ですか。タックン言ったらあとちょうだいって言うから。はい、さあルーキーもイリーノね、こうやって見るとほんとみんなすごいね、いろんな人がいるね、うんうんうん、いろんな人間で作ったんだねこの番組。じゃあ番組すごいもうセットしてください。はい、首の後ろにますタイプです。でも夢見る15歳とか何してんだろうな、忙しいな、忙しいんじゃないの。18とかって忙しいのかな今、受験か、あ忙しいんじゃないですか。落ち着いたらメール来るよまた、うん、ね、夢見る16歳と何だっけ、あと多賀城の男の、うん、コートとか大丈夫、暑くない、あ大丈夫です、大丈夫、野菜大好き、1時間岩熊大好きっ子とか、時間暑いよ岩熊大好きっ子さんは石の始まったら途中止まんないから、あじゃあ脱ぎます、うん、それでもいい、うん、あと曲紹介もお願いしますね。で、あれなんとなくかも聞いてた方がいいと思うんで、そうだね、どの曲かけますか。で一応、A さんだと、うん、A さんが、うん、まあこの方なんで一応今ユーステやってるから、うん、この方、うん、この方なんで、この方の、うん、はいはいはい、で B さんがこの、あ、本、あ、はいはい、はい、ですので、はい、そうすると、そうすると1か2かにってことだね。一応曲をあまたがないで、うん、ここあのは、選ばれなかった皆さんのネタをっていうのを紹介して、うん、さてどちらが勝ったのか次いきます、うん、あの3番目、うん、でドーンっつって名前を紹介して、うん、でまずは1分間の告知よりも曲紹介、うん、じゃまずは曲紹介でお願いしますって言ったら、うん、はい、名前をどうぞって言ったら名前なんとかですって、よかったですね、じゃ曲もおかけしますんで曲紹介お願いしますって振りますので、そしたら自分らで何々で何とかって言うと曲バッとかかります。で2分ぐらいかかった後に、まあ、一応告知ということでどういう CD が出てるかっていうので告知をしてもらうっていう流れを、3番目のお題が終わった後になります。で一応そこまでで終わりなんだけども、その後に一応一言ネタっていうのがうちら2人でやるのがあって、それに対してリアクションしていただける。はい、すいません、 OK、 いろいろ大変でしょテレビ、世界のストレートさんじゃなかったっていう、だからなかったのかよお前今まっひくり返ってるわお前山形で、ごめんねそいつさん、でもさっき出たっぽいんですけど、出てんじゃんこれ、いや名前が出てる人じゃん、頼むよあれ彼は途中で変わったりするの、え回答、え回答途中で変わったりするの、いや変わらない、だって、うん、だって同じ人が同じ問題にいるもんだって、もう一回選び直し同じ紙からなんだ、そうそうそう、丸一選び直しあの多分世界のストレスは読んでやればいいんじゃない、そしたら3番しか書いてない、あそうか、じゃあ3番に書いて、あでもそうだなただ君すごい今日面白いよ、先週の読んでても全然何も言わないじゃん、ちゃんと言わんとちゃんと出してこう自分を少しはな、この業界流れ早いぞお前、それの代わりに何か、もうこの流れ早いのどうやるかって本当に才能しかないから本当だよな、いいプロデューサーを見つけなきゃダメだよ本当に。じゃあ、B さんの2番目が変更ですね、あ、わないさんって出てないです、わないさん出ましたね、あ出ました、あれあんな何回も言ってるの、ここから選んだらいいんじゃない、もう、あ彼女選んでもらうからいいよ俺選ぶからな、まだね若いから本当、そうそうそう、うん、若いからしょうがないな、うん、ね、経験積まないとね、世界のストレートさんだ、どんだけ出してどんだけ読まれるんだって話だけどな、まあ、ないな俺の方にはないな、じゃあ同じさ山形からさ、同じ山形からこの方がいいじゃん、これこれ、はい大丈夫、はい、じゃあ同じ山形からよかったね、山形市の、うん、天童市、山形県天童市の、油坊